皆さんこんばんは。こんばんは。んんは今日は10月23日日曜日です。よろしくお願いします。お願いします。えっと今日もねすごくいい天気で過ごしやすい一日でした。うん。あのまさくはねあの仕事に行ってきたので、はい。ちょっと夜遅めのうん、うん、収録になってるんですけれども、うん、今日はどうでしたかね。 今日はねあの外であの家族のお写真を撮りに行くということだったんですけど天気が非常に良くてであの紅葉が綺麗だったんでねあの非常に公園で落ち葉がたくさん落ちてるっていうかねそういうところでちっちゃいお子さんとそしてお父さんお母さんと3人でね写真を 取ってきたんですけど、とても良かったですね。ああ、良かったですね。私たちもね。昨日あのまあ、ピクニックに行ったっていう話をしたんですけど、はい、あの公園でね。あの紅葉を楽しみましたね。うん、うん、もみじ狩りって言うんですけど、うん、あのこうやって外に秋出てね。あの色づいた葉っぱを見る。 うん、それを楽しむことを言うんですけどもみじだけじゃないけどね、うんうん、イチョウとかいろんな木があって栗の木とかね、うん、いろんな落ち葉がありますけどでもなんかこう言い方をしますねあそうですね、うん、あのいちご狩りとかねまあ今年はブルーベリー狩りも行きましたけどそういうのは、まあ、あと何があるリンゴ狩りとか。 うんうん、それはなんかこう実際にりんごとかを木から取って食べ放題とかそういうのが多いんですよ。そうですね持って帰れるとか。で1時間例えば1,000円とかね500円とかそういうのが多いんですけどもみじ狩りは食べることはできない。そうだねけど無料なんですよね。うん、素晴らしいいですねななかなか、ね、あのこういう ガリってついてるものだとフルーツとかねが多いんですけど、うん、なんか葉っぱを見たりとかね、その楽しむっていうところになんて言うんですか、あの何て言ったらいいんだろう、こう重きを置いてるというか、ああ難しい難しい言葉,い、ね、い言葉すみません。はい、まあ重きを置くっていうのはこう。 重要と考える場所がそこだよっていうことで、うん、なんかまあなんとか狩りってよく言い方を最近いろいろするようになったなと思ってるの特にね、うん、なんか例えばだけど「絶景狩り」とかあそんな言い方するんですね。うん、とかまああんまりそんなないんだけどそのなんとか狩りっていうのはそのもともとは狩りっていうのはえー、っとまあ 漁に行くってことですよね例えば魚を取ったりとかあとはその昔ね動物をとって食べてたとかそういうような時代のもう狩りに行くというところから来ている言葉だと思うんですよね。うんうん、なんだけど、まあ、最近ではりんごを取りに行くとかブルーベリーを取りに行くとかっていうことに変わったもう本当はあのなんていうの生き物を狩るっていう言葉じゃないですか。ううん、うん でもそれが果物とかそういう野菜とかに変わってさらにもうそれはなんか楽しむ行為ですよっていう感じになって今度はなんかそういう絶景狩りとかまあ例えば絶景ハンターとか言うじゃないですかまあハンターっていうのはもうそのハンティングっていうのは狩りってことじゃないですかだからまあそういう風に言葉が変わってきてるのもまあ面白いですけどなのでもう 借りに行くみたいなことを言うようになりましたねそうですね、うん、まあ、もみじ狩りっていうのはもともとある言葉だと思うし、うん、あれですけどねでも面白いなと思いましたねはい、はい、もみじ狩り狩るわけじゃないけれどそういう言い方をするとそうだね、うん、もみじ持って帰るとかではないからねそうなんですよ、はい、まあ絶景狩りっていうのも絶景を持って帰るとか 例えば本当に絶景ハンターも絶景に向かってこう鉄砲を打ってとかそういうのじゃないじゃないですか。そうなんですよ。でもなんかこうまあ見ていくというかね。うん。それを楽しんでまあ見てまあ心の中にこう入れて帰るみたいなね。うん、うん、そういう風うになってきましたね。そうですね。うん、春だとお花見っていうねうん、うん、言葉があるんですけど。そうね。なので、うん、お花を見る。 うんうん、それはよくわかるんですけど桜狩りとかは言わないもんねそうなんですよ確かにだからすごく面白い言葉だなとずっと思ってたんですよねもみじ狩りがうん,うん,うん、うん、確かにねはいうん,、うん、なんかなんとか狩りっていうのはなんかもっと出てきそうだね言葉としてね確かに、うん、これからなんかそういう SNS とかで 新ししいい言葉ととてて出てきそううだなはは思うけど、はい、まあでも僕も確かに「もみじ狩り」っていう言葉だけはその他のねりんご狩りとかいちご狩りとかブルーベリー狩りとかみかん狩りとかに対してちょっと変わってるなとは思ってた <laughs>、うん、まあ食べれないしねそうそう,うん、うん、例えば栗狩りとかだったわら栗持って帰って食べるとかさ、まあ、秋の味覚でもいろいろあるじゃないですか。うん、松茸狩りとかね そうだね。キノコ狩りって言いますよね。言いますね。そうだからもみじ狩りだけなんかこうちょっと物足りないっていうか食べれないからね、うん、とは思ってましたけど、でも確かにそういうふうに言いますね。うん、うん、ちょっとね意味を調べてみたいなって思った言葉ですね,ね。面白い言葉ですね。うん、はい。皆さんもねこうなんとか狩りっていうのはしたことがあるんでしょうかね。ね。はい。ぜひそういうなんとか狩りっていうのをしたことがあったらあの。 コメントにはい、まあ、僕らはちなみに昨日のピクニックではもみじ狩りというよりは、まあ、お互いにね友達と一緒にこう料理を作って持ち合ってあの食べるっていうのをやったんで普通にその料理を食べるっていうのに夢中だったんですけどね。なんとか狩りっていうかまあ普通に、まあえて言えばお弁当狩りみたいな感じですかね。<laughs> 確かにはいもう楽しみましたけど <laughs> ちょっと夢中で食べ過ぎましたね <laughs> はいそうですねまあ皆さんもねぜひこの秋のね短い期間ですけれどもとても天気がいいこの秋晴れの日をねぜひ楽しんでいただければなと思いますということで今日は何の話今日はんもみじ狩りかな、はい、もみじ狩りの話をしたんだねそうだねはいそうです いいねっていう感じでね、思ってくれた方は、ぜひ、えっ、ー、と、チャンネル登録ですね。あとは、いいね、グッドボタンよろしくお願いします。はい。えー、まあ、ポッドキャストの方もね、ぜひ、フォローしていただけたら嬉しいなと思います。今日も最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。